決勝戦も残り3名となりました。予選準決勝を通じて3位以内に入っている森愛選手が茨城県選手今登場しました。競技順6番目の選手です。そしてこの決勝戦に出たメンバーの中では一番年齢が低い11歳の選手です。しかしここからの3名はもう誰が勝ってもおかしくないぐらいのみんな実力のある選手たちばかりです。実際には保持力、それが一番大事です。そして力が一番出る年齢は、中学校3年生から高校1年、そこからが骨格筋が発達していきます。そのため力は出るのですが、パンプ、乳酸が溜まって筋肉がそれ以上動かなくなるというのが始まります。このローティーン10代の前半ではまだそこまでの筋肉が発達してない割には、疲れない筋肉、持久筋だけしか持っていませんので、こういう長いルートには非常に適合力が高いというふうに言われています。現在残ってますのは準決勝成績3位森愛選手です。秋に彩ると書いて、愛というふうに、呼んでいます。森愛選手、茨城県の選手が今残っています。さあ森選手、この距離はよく届いた。このホールド非常に悪いんですが、それをこういう風に持ち替えながらでも進んでいきます。さあこのスイッチは、さあ頑張る。さあここでも非常にこの体の柔らかさが光ります。そして一番効果的な持ち方をよく分かっています。さあこの距離はどうか。森選手はこの部分こうきました。さあちらっと時計を見て、スタミナは十分あると思います。おそらく決勝に出る選手の中で一番スタミナが高いのがこの森選手だと思います。さあこう切り返してきました。
常にされています。この勇気のある送り手、さあこの距離はどうか。トークアップができるということはまだ半分片手に余裕があるということです。頑張ろう。さあこの手順、さあ頑張る。届いた。さあ左足の押さえが非常に効いてます。そのクロスオーバーも位置いっぱいいっぱいのところで処理できています。さあおそらくこういう長いコースは森愛選手の真骨頂ではないでしょうか。やってからこの距離横に変えた。さあどんどん行きます。さあちらっと時計を見た。まだまだ休憩できる時間があると思います。休めるべきポイントではしっかり休む、そういったクライミングのセオリー。この距離、届いた。さあさらに遠いこの距離はどうでしょうか。抑えた。さあ行って行ってチョークをまぶしながらも進んでいきます。さあどうか、まだまだいきます。さあ頑張っ、押さえた。さあ頑張る。足が効いてます。さあ行け、それ行け、頑張頑張、それ行け。さあ非常に惜しかった。しかし非常に立派なコードでした。森愛選手に大きな拍手をお願いします。